浅草駅、浅草駅は、東京都台東区にある、東京地下鉄、東京メトロ、東武鉄道、東京都交通局、都営地下鉄の駅である。台東区西東端の駅である。所在地は、東京メトロが、千争一丁目、東武鉄道が、花川戸一丁目、都営地下鉄が、駒形一丁目である。なお、同じ駅名である。 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスの浅草駅は、約600メートル、徒歩で8分程度の距離の、線掃除を挟んで、反対側の国際通り地下にあり、接続駅、乗り換え駅扱いとなっていない。詳細は、浅草駅、首都圏新都市鉄道を参照。東京メトロの銀座線、東武鉄道の伊勢崎線、旅客案内上では、当該区間の愛称である、 東武スカイツリーラインが使われる都営地下鉄の浅草線が乗り入れ接続駅となっている。銀座線と伊勢崎線は当駅が起点である。また、銀座線に G19、伊勢崎線、東武スカイツリーラインに TS01、浅草線に A18 の駅番号が設定されている。大正時代の東京は路面電車が主要な交通機関だったが、 渋滞による遅延が頻発しており、常に超満員の状態であった。1917年、大正6年に、早川徳次が、東京軽便地下鉄道を設立し、1919年、大正8年に免許を取得した。その後、1920年、大正9年に起きた戦後恐慌、1923年、大正12年に起きた。 関東大震災によって資金繰りが困難となり、建設区間を短縮して、東京一の繁華街であった浅草と国鉄のターミナル駅であった上野の 2.2km を建設することにした。1925年、大正14年に着工し、1927年、昭和2年12月30日に、東京地下鉄道の浅草駅が開業した。開通初日は、 始発前から乗客が各駅に殺到して約10万人が利用した。地下鉄が開業した4年後の1931年、昭和6年5月25日に、東武鉄道の駅が浅草上成門駅として開業した。東武鉄道の浅草延伸にあたっては、隅田川を渡る区間で、京成電気軌道と競合になったが、1928年、昭和3年に起きた。 京成電車疑獄事件により、京成電気軌道は、浅草への乗り入れを断念した。東京メトロ、東武鉄道、都営地下鉄の駅はそれぞれ別構内ではあるが、いずれも浅草地区東部の隅田川に近接する、江戸通り前、または地下に位置する。東京メトロと東武鉄道の間、東京メトロと都営地下鉄の間にはそれぞれ地下連絡通路がある。東武鉄道と 都営地下鉄間の乗り換えは一度地上に出る必要がある。相対式ホーム2面2線を有する地下駅。松屋浅草店の目の前の地下、あずま橋の近くにある。改札内コンコースとホームを連絡するエスカレーターとエレベーターは設置されていないが、松屋、墨田公園方面改札口と1.2番線ホームを連絡する階段及び1番線ホームと駒形橋。 方面改札口を楽する階段には、車椅子利用者向けの昇降機が設置されている。また、改札外コンコースと雷門通り寄りで入り口の間にはエレベーターが設置されている。トイレは一番線ホーム上にあり、ユニバーサルデザインとしての多機能トイレも設置されているが、乳幼児、オストメイト対応設備はない。2003年に発射表が設置された。それ以前は、 改札口の正面に、今度の電車がどこのホームから発車するかを矢印で示す、電光表示板が設置されていた。あず橋方面の4番出入り口には、浅草観音になんだ格好の屋根が設置され、通称、赤門と呼ばれており、近代化産業遺産に認定されている。また、東武鉄道との連絡通路横には、地下商店街があり、昭和時代の面影を残す店舗が並ぶ。 駒形橋方面改札口は1997年頃にレトロチックな内装にリニューアルされた。自動改札機も投入口付近がクリーム色に塗装されている。2010年1月には2番線ホーム中央から直接出られる雷門浅草寺方面改札口が新設された。これにより雷門浅草寺エリアへ 段差なしで行けるようになった。地上7階、地下1階の商業ビルの2階に位置する建物については、後継、駅ビルの高を参照等端式ホームの3面4線構造で、西側の1線は両側にホーム、4.5番線がある。切符売り場は1階にある。トイレは北口1階改札内と南口2階改札外に設置されている。南口2階改札外には、 多機能トイレとエレベーターも設置されている。エスカレーターは南口正面に設置されている。隅田川とほぼ並行した駅舎からすぐに隅田川を直角に横断する隅田川橋梁を渡るという立地の制約上、乗り入れ可能な列車はほぼ6両編成に限定される。1番線のみ8両編成も入線可能だが、乗務員含めて乗降は浅草型6両に限られる。 詳細は、後継の、駅立地による、制約の項を参照のこと。朝ラッシュ時に重量編成で運行される列車については、かつては、引船駅での後部4両の切り離し及びかつて、存在していた成平橋駅地上ホームで折り返す、ことで対応していた。また、東京メトロ、半蔵門線、東急田園都市線直通と、北千住以北の列車が重量制のまま運転され、 その他の10両編成の列車は、北千住で折り側4両を切り離して、当駅との間を6両編成で運行していたが、2013年3月16日のダイヤ改正から、区間急行が8両編成による、当駅までの運、一番線儀に変更されたため、北千住駅での切り離し作業は廃止された。ホームは概ね以下の通りに使い分けられている、一部、例外あり、 地上7階、地下1階の建物は、鉄道省の初代建築課長であった建築家久野ぶが設立した、区の建築事務所が設計、清水組により施行された。初めて利用する人でも迷うことがないように複雑な構造を避け、入り口からホームまで一直線に結ぶ構造になっている。当初は3階から7階までを百貨店として設計し、 三越などの他の百貨店を承知したが実現しなかった。そこで松屋が入居し、浅草駅ビルは1931年、昭和6年11月に関東では初となる本格的な百貨店併設のターミナルビルとして開業した。その後、1934年、昭和9年に1階の一部や2階なども松屋に沈借するようになり、 同店は規模を拡大することになった。なお、松屋浅草は規模を縮小して、地下1階と地上1階から3階までとなり、ビル全体は2012年、平成24年11月21日に、浅草駅店という名称の商業施設として、新装開業した。この改装に伴い、新たに52店舗が出店した。昭和初期を代表する。 アールデコ様式による大規模建築物の一つであったが、1974年、昭和49年に外壁が取り付けられるなど、アルミ製、建物自体は竣工当時のままながら建設当時の面影は割れることになった。しかし、東部が手掛ける東京スカイツリー開業に伴い、当駅舎についても開業時の姿に復元すると同時に、待合室の新設、 最新補強工事の施行を含めたリニューアルが行われ、2012年、平成24年5月に竣工、開業時のシンボルだった大時計も復活した。前述した駅舎と駅を出て、すぐに存在する橋梁の位置関係から、駅を出て、すぐに半径100メートルの急カーブが存在し、ここは時速15キロメートルの速度制限がかかっている。 両辺り分岐器をカーブの途中に設置することが不可能なため、橋梁上に設置されている。ただし各ホームへの分岐器はカーブ上に設置されている。ゆっくりと隅田川を渡る風景は当駅の一つの情緒ともなっているが、車輪とレールの摩擦音による騒音など、いくつかの問題も生じた。しかし、最大の問題は、この立地により、ホーム先端が急カーブにかかっており、 かつこれ以上のホーム延伸が不可能な点である。入線可能な列車は基本的に6両編成までに制限される。例外として1番線のみ8両分の有効長があり、朝夕の時間帯には8両編成の列車が発着する。かつては4両編成日本平結列車の入線が不可能であったが、2009年12月より可能となった。 1.2番線ホームは急カーブやホーム上にある柱の関係で入線部分のホーム幅が極度に狭く転落事故や1.2番線ホームを発着する電車と乗客とが触れ車事故を起こす危険性があることから1番線に発着する8両編成の列車と2番線ホームに発着する6両編成の列車は東京スカイズリーよりの2両がドアカット扱いとなり その部分に柵が設置されている。また、ホームが急カーブであるため、6両編成がほぼ直線上に停車できるのは一番線のみであり、それ以外のホームの東京スカイツリー型では、ホームと車両との間に隙間が生じる。このため、3.4番線に入線する特急列車のうち、東京スカイツリー型の車両、約4両分の乗降ドアには、転落防止のため駅員によって、 車両とホームにまたがる下半式の渡り板が掛けられる。また、これも急カーブで単編成の列車は信号機の見通しが効かないため、分岐機の手前にある正規の出発信号機に加えて、一番線ホームは6両編成、その他のホームは4両編成の先頭車停車位置、入れもホームの途中にも出発信号機を設けている。これは中継信号機的なもので、 閉塞を区切る機能はない。相対式ホーム2面2線を有する地下駅。銀座線の駅より2の3分程度歩く。当初計画では、浅草線は浅草、および本所あずま橋を経由せず、駒形付近に、仮称駒形駅を設置して、倉前付近で、現在の路線に合流する予定だったが、計画変更により銀座線の駅に近い位置に、設置され、 押し上げ方面に向かうため、東武線、銀座線とはやや離れたところに駅がある。ホーム全体がカーブ上に位置しているため、ドアとホームの間の隙間が広く開く場所がある。改札内コンコースとホームの間にはエレベーターが設置されているが、エスカレーターは設置されていない。エスカレーターは A4A5 出入口と改札外コンコースを連絡する通路の途中に設置されている。 その A4A5 出入口前にあるエレベーターは直結するビル内にあるがビル入居者のみが利用する業務用のため一般の客は利用できない A2 出入口と改札外コンコースの間には一般の客も利用できるエレベーターが設置されている2013年度の3社局の合計上降人員は約20万人である2012年度は各社局とも 前年度比プラス12%以上という高い伸びを記録している。各年度の1日平均乗降人員は、下表の通り。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。戦争時をはじめとする観光地や、浅草公園ロックと言われる工業街がある。また、隅田川沿いにある、隅田公園の最寄り駅でもあり、隅田区役所と、 アサヒビール本社のあるリバーピア・アズマ橋が、アズマ橋対岸にある。北部には、山野や、風俗街の吉原などがある。当駅の場合、古くからの陥楽街ということもあり、いわゆるバスターミナルは設けられていないが、後日の路線バスが、最寄りの東部浅草駅停留所に乗り入れる。また、最寄りではないが、浅草雷門停留所と浅草雷門南。 停留所がバスターミナルの機能も果たしており、東武線の駅からは離れるが銀座線と都営浅草線からは最寄りとなる。実質、これらを合わせて浅草駅のバスターミナルと考えることができる。以下の各停留所に以下の路線が乗り入れ、主に都営バス、東京都交通局により運行されている。東駅最寄りのバス停のうち浅草松山へという名称は、 2007年4月1日に、東武浅草駅前に改称された。それぞれのバス停留所は名称ごとに記載するが、乗り場は、方向、系統により異なる場合がある。以下は校舎専用。駅のすぐ東側の隅田川菓子から、東京都観光汽船と東京都公園協会による水上バスが発着している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。